これどうしよう。言おうかな。言うか。週末はクリスマスですけど、皆さん過ごしますか？聞いちゃいけないかな。どうしよう。でもさ、やっぱさ、今週末ってクリスマスじゃないですか。皆さんどういうペースでお過ごしますか？仕事かな。あ、仕事の方もいらっしゃる。そうだよね。やっぱ土日に働いてくださる方がいるから、この世界は回っている。目から汗が出てきた。大丈夫？しょっぱい？それちょっと舐めてみたいな。大丈夫。マイファミリーです。マイファミリーと過ごす。マイファミリーペース。あ、いいね。家族と過ごす。休日の聖剣伝説シリーズをやる。なるほどね。まあつまり皆さんお暇ということですね。仕事を行く人以外は。彼女が他の男と電話してるんでこっちに来ました。こんばんは。鋼の心臓をお持ちで。どうも。じゃあちょっと団長とイチャイチャしますか。どうですか。週末暇。さっきちょっと誰さんだっけ。マーさん見てる。マー君見てる。今週末さ、土日どっちかでさ、恋人 ASMR するんだけど、ちょっと見に来てくんない？彼女さんとちょっと用事あるかもしんないけど、どうすか。ちょっと宣伝しとこう。30分前に彼女に別れ切り出されて、別れたばっかだから団長の配信でごまかしてる。なんでこんな短時間にさ、ちょっと、大丈夫かよ。クリスマス前にそんなこと言われ、辛すぎるだろう。いいよ。団長の大胸筋貸してやるから。いっぱい泣きな。いいぞ。今日だけは泣いてもいいんだ。もう男の子とか女の子とか関係ねえ。もう泣くんだ。今日は。もう泣いて忘れよう。